の愛知です。今回はですね、集中力を高めるためにはどうすればいいですかっていう相談にね、答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では、早速ね、話していくんですけど、まあ、以前もちょこちょこ似たような話はしてきてるんですが、まず、集中力を高めるっていうのは多分2個の相談の側面があるんですよ。で、まず1個目が、単純にその集中力の今の状態。だから、いつもよりも、はい、もうさらにこう集中してる状態になりたいっていう、その方法の相談と、もう1個は集中力を長く持たせたいっていう、保ちたいっていう相談があるんですね。で、どっちかといえば後半のが多いです。集中力を長く続かせたいっていう。で、どうすればいいですかっていう相談によく言われるんですけど、自分はですね、集中力を長く持たせる必要をそんなに感じてないんですよ、実は。で、これはなんでかっていうと、俺自身が集中力がないんですね、昔から。これは今もそう。あんまり長く持つ方ではないんですよ。だから、それで悩んだこともたくさんあったんですけど、で、いろんな本読んだりとかさ、ネットの情報を見たりとかしたこともあったの。仕事をしててもさ、集中力続かないとね、あれなんで。けど、もうどうしようもないんで、だったら、まあ、人がね、もしかしたら1時間2時間集中力続く人もいるかもしれない。で、俺多分長くても30分とかなのね。普通にやってると。15分30分で切れることが多いんですよ、結構。じゃあ、そこで切れてしまうんだったら、その15分30分は他の方より質を上げていこうっていう発想に変えたの。だから、長さじゃなくて、その質、集中力の質を高めようっていう。で、そっちで話をしていきます。だから単純に、いや、もう質とかどうでもいいんで、長く通過してくださいって思う方は、ここでも動画切っちゃってください。聞いても絶対役に立たないので。で、実際どうやっていくかっていうと、まあ、いつも言うように、勉強するときに、まず時間で決めずに量で決めるっていう。これはもうすごく大事です。どういうことかっていうと、今から30分勉強しようっていうよりも、今からこのページのここの問題までやろうとか、英単語覚えるんだったら、ここまで覚えたら休憩しよう、みたいな。量で決めるの。ここまで行ったら休憩っていう。で、これを、まずやる。で、今までやってなかった方とか、まだあんまり慣れてない方なんかは、まずですね、その、決める量をかなり少なく始めてください。例えば、本当に5問とかでもいいです。英単語10個とかでも全然構わない。それ覚えたら休憩。もしかしたら10分とかで終わってしまうかもしれないけど、それでいいんです、最初は。例えば、普段勉強してても、なんかさ、ちょっと今日いいなって時ありません？あ、今日集中いける気がするみたいな。で、逆に、なんか始めても身が入らないというか、あー、今日なんかダメだな、みたいな時もあると思うので、その時の自分と相談して、いつもは、じゃあ英単語30個ずつやってたんだけど、絶対30じゃなきゃいけないってわけじゃないと思うの。今日はなんか調子悪そうだなと、30きつい気がする。まず10個でちょっと様子見よう、みたいな。で、10個やって、休憩して、あ、なんかね、勉強って、ちょっと波に乗ってくると、後半伸びてくるというか、集中がね、しやすくなる時って結構あるんですよ。前半導入がまずくても。で、その導入部分で、こう自分が決めた量をやりこなせないというか、ここまで決めたのに自分できねえのかよってなっちゃうと、スタートでこけてしまうので、最初のところは調子悪いなと思ったら、量を少なくして、少ないけど、決めたことはちゃんとやったぞと。で、休憩入ったと。で、それで波に乗れるんだったら、じゃ最初英単語5個にしちゃったけど、次10個に増やして、で、10個でもいけたら次15行ってみっかな、みたいな。で、いや、なんだろう、その時にね、こう変えて、量も減らしたり、増やしたりしていいと思うので、そうやって、まず量で決める。いいね。時間じゃなくて、量で決めるってところを徹底して、まずやってみてください。で、次がですね、環境づくりです。で、勉強するときのやっぱり環境づくりはすごく大事で、まあ一番の天敵はこいつです。スマホ。まあね、持ってる方の方が圧倒的に多いと思うんですが、その中でも LINE です。まあ自分がよく言いますね。LINE が一番の天敵になります。で、なんでこれが LINE がね、天敵になるかっていうと、通知をまずオフにするのは当然です。勉強のときは通知は絶対にオフにする。ならないようにする。で、それでも、例えば、まあ LINE で誰かとやり取りしてる。まあグループ LINE をね、やってるかわからないですけど、その状態で、じゃあ、例えば自分が投稿すると、なんか続いてるわけ。ね。で、やりとりが続いてる中で投稿して勉強しようって始めて、通知は切ってる。でも、帰ってきてる可能性があるでしょ。で、それで気になるようだったら、それはもうね、集中切れちゃうんですよ。あ、LINE 来てんじゃねえかなって思っちゃったりすると。だから、もし、まあ、グループ LINE はね、いいと思うんですけど、自分やったことないんで、わかんないんだけどさ。誰かとやりとりしてるんだったら、今から、ちょっと何分くらい、まあね、ほんとさっき量で決めてるから量で言いたいけどさ、それ何ページまでやるからって言いにくいと思うんで、もう大体何分くらいかなって考えてさ、ちょっと何分くらい勉強するからちょっと LINE 送れるね、みたいな。
のをちゃんと送ってから終わらせるの、 LINE は。いい、帰ってきてても相手に返信行かなくても大丈夫な状況、気にしない状況にまずする。で、通知は切る。できれば電源切ってほしいけど、それ今の子嫌がるんで、それはいいっす。通知は切ってください。で、音とかバイブが鳴らない状態で、こいつが目に入らないところに置いてください。一番親とかに預けちゃってもいいんですけど、多分嫌がるので、まあ、自分が前いつも言ってるのは、部屋にベッドがある。ね、方は、俺は、枕の下に封印してたんです。そう。勉強机の後ろに俺、ベッドがあったんで、その後ろのところのマイク、枕の下に入れるっていう。そう。これがね、鳴らなかったりとか、その LINE でさ、気にしない状態になったとしても、勉強次に置いとくじゃん、こうやって。するで、ごめん。するでしょ。で、その時に、チラって入ると、気になるんだよね、一瞬。頭によぎる。LINE とかもゲームかわかんないよ。ゲームのスタミナ切り出力もいるからさ。で、そのね、それがすごく邪魔。集中する状態って、気づかないうちに入るわけ、集中力が。スッって入っていく。集中するぜって言って入るもんじゃないから。だから、スッて入ってる状態に来てるのに、こいつのせいでそれが切れちゃうんだよね。で、集中が一瞬切れると、そのすごくもったいない。もう一回戻さなきゃいけないからさ。だから、こいつを、まず状況を変える。で、これは、ゲームが好きな方だったら、ゲーム機もそうだね。PSP とか、DS とかもそうですけど、あとは雑誌が好きな方とか、雑誌もそう。好きなアイドルの雑誌とかさ、わかんないけど、雑誌とかも、基本的には目につかないところに置いておく。で、この地味な作業にはなるんですけど、それはやった方がいいです。勉強してる状態のところに欲求があるものというか、欲が出ちゃうものを目につくところに置かないっていう。そう。っていう状態でぜひやってください。で、最後でございます。ちょっと長くなって申し訳ない。集中力が、あなたは集中力がありますかって質問された時に、おそらくない方ですって答える方の方が多いと思います。そう。自分の集中力に自信を持ってる方ってのはそんなに多くない。学生のうちは。で、それはいいんです。それはいいんですけど、集中力が、ないこと、自分もそうだよね。自分もないと思う。自覚があるからさ。ないことをネガティブに捉えないでください。別に人と比べて集中力が長く持たなくたって構わないの。なぜかって、テスト本番で集中するから嫌でも。テストの時、受験の時、まだ受けてないからあれだけど、受験の時に、集中できねえ。ってないから、緊張してふわふわした気持ちになることはあるけど、テンパっちゃって。でもそれは集中してないから別だからね。今日やる気出ねえな、入試、みたいなことは起きないから。そう、嫌でも集中するからそこはいいの。ね、40分、50分のテストちゃんと持つから。疲れちゃって頭が回らなくなってきたとはなるかもしれないけどね。だから、普段の勉強の時に集中力が続かなくたって構わない。ただ、質を上げることはできる。ね、さっき今まで話したことで、質を上げることはできるので、長く続かないんだったら、自分が続く範囲の集中力の質を上げていこうっていう、そっちの発想にぜひ切り替えて頑張ってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。